お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日からですね、はい、こちらね、ラット負けたらアカウント削除ということで、負け作ね、はい、新シリーズやっていこうかなと思います。でこちらのね、シリーズなんですけど、今までキヨキヨさんだったり、あとはコーチャンネルだったり、こういろんなね、クラロー YouTuber がやってた企画で、キヨキヨさんにね、ぜひちょっとやらせていただいてもいいですかってこう聞いたら、もうもちろんですと、はい、言ってくださったのでやっていこうかなと思います。で目標とかも、決めたいですし、あとねルールもね、はい、しっかりね守っていきたいと思いますので、3つね今回ルールがあって、1つ目が、負けたらもちろんね、このアカウントは削除、そして、動画ね、はい、終わりです。なんで負けるまでこの動画ねちょっとずっと出されたらいいかなと思います。展開とか負けずに無敗展開とかいけたら、かっこいいですけど、さすがに無理かなと思いつつ、2つ目が対戦ですね、この対戦、このアカウントの対戦は動画内だけでやります。動画外でやったりして、実は負けてたんじゃねえのとか、こう、いろいろね、はい、可能性がありますので、もうね、動画内でしかこのアカウント戦いません。そしてね、三つ目、課金ですね。課金は、クラロアパス。はい、毎月のクラロアパスとセールが来てたら、そのセールは、買っていいというルールでやっていきます。このルールで、キヨキヨさんがやってたんですよ。で、4600ぐらい、そう、行かれてたんですよね。そう、なので、ちょっとね、キヨキヨさんを、こう、なんて言うんですか、ライバルというか、キヨキヨさんは、まず抜きたいよね、と。ルールとかもね、参考にさせていただきつつ、やっていけたらいいかなと思います。なので、僕は5000はとりあえず行きたいですよね。5000行けたら、そっから、6000だろ、7000だろ、いろいろ考えられるので、一旦ね、負けずに5000行きましょう、というわけで、早速ね、やっていくんですけども、ユニレベとかがめちゃくちゃやっぱ大事になってきますので、もう早速ね、こちらセール買っていきたいと思います。さあ、というわけでね、名前がね金色になりました。セール買いました。なのでしっかりね、このなんていうんですか、宝箱とかも開けつつやっていければいいかなと思います。で最初にチュートリアルをクリアするとスーパーレアカードがね1枚もらえます。で今回僕はプリンスでしたね。他の選択肢はなんかハンター、ウォールブレイカー、スケルトン部隊、ベビドラとかだったと思うんですよ。はい。そんな感じの、1枚プリンスで、個人的にプリンス結構強い方だと思うんで、なんなら僕、最初ね、クラロ始めた時に、このプリンスが強すぎて、欲しい欲しいずっと言ってたっていうのを、ちょっとね、覚えてます。というわけで、さあ、負けたら終わりですからね。で、デッキはもうこれしか組めないので、いきます。やば。ちょっと待って待って待って。どうする？なんか、キヨキヨさんが4600いってるんですよ。で、僕が、1000とかで負けちゃったら、本当に話になんないですよね。いや、マジで、やばいっすよね。相手もトロフィーゼロなので、今回はさすがにいけそうなんですけど、結構ね、格上とかが多いと思うんでね。はい。ユニレベとかタワーレベルも、格上多い中で、しっかりね、はい、勝っていきたい。さ、ナイトとプリンスの間に5を打つ。逆にむずい説。さあ、プリンス、嫌な名前。これはね、もう最初なんでね。トロゼロで負けてたら話になんないですからね。なんかね、いつかね、ドズさん？ドズボンさんで、なんか負けたら、なんかなんだっけな、負けたら、どっかに行く？どっか行く？すごい全然曖昧で申し訳ないんですけど、なんかそんな企画してて、この同じようなルールでね、そしたらトロ130ぐらいで負けてたんですよ。なので、それはそれで面白いんですけど、ちょっと僕はガチで、勝ちにね、行きたいと思います、今回の企画。1戦目は、さ、余裕ですね、楽チンですね。さ、プリンスが、グッドゥーン！よし、負けないと思うんですよ。負けないと思う。しかも、サンクラ折れると、クラウン数もね、はい、宝箱開けれますし、美味しいと。で、これ、サンクラ取れれば、1回の動画で結構たくさんね、試合に潜れる可能性がありますね。1回で6、7試合ぐらい行けば、毎回200ぐらい取るわけつつ、1ヶ月もあれば、俺6000？あれ？そんないかない？計算バカか。1回200上げて、月30日でしょ？やっぱ6000いけるな。あれ？目標ね、5000でね、ちょっと。負けないよね。いや、こんなこと言ってて、
今負けたらやばいですからね。ないとレベル3。もうレベル3ですら高く感じてしまう。さあ、相手のトロフィー44。なんか、違和感しかないですね。いつもと違う感覚。で、マスケレベル4。いや、高えな、ユニレベが。だって、僕、まだ全然ね、カードがないんで、ユニレベ上げたくても上げれないんですよね。なので、セールか。セールが来てくれればいいんですよ。で、セールは、たまたま来るか、まあ、なんかクリスマスとか、やっぱお正月とか、なんかそういうね、こう、季節ごとのイベントで出ると思うんですけど、今って2月になったんですよ。2月。2月、セールねえでしょ。運営さん、僕をね、救ってください。マジで、セール鬼大事なんでね。よしよし、まあ、まずは2連勝。イージーですね。しっかりと宝箱開けて、うわ、これ何がいるんだ？ホグとかいらないっすよね。多分。いや、めっちゃありがてえ、これ。この、カード選ぶのもね、懐かしい感じ。いや、ミニペイ、絶対強いっすよ、これ。多分、ナイトがいらないんですよ。レベル上げて、ジャイもレベル4にして。よし、まあ、あとは、いいでしょ、と。いうわけで、いや、アーチャーを、槍ゴブリンに変えます。これで、ちょっとコストね、軽くなりました。さあ、タワーレベル2。いや、これは全然問題ないですね。別の、まあ、企画で、こう、なんでしょうか。タワーレベル一同っていうんですかね。だからもうタワーレベル、ユニットレベルもか。なんか、すべて1、レベル1統一で、なんかもう上位を目指すみたいな企画も結構ね、いろんな YouTuber さんやられてるんですけど、まあ、気が向いたらワンチャンぐらいですかね。僕は一旦これでね、はい、てっぺん取りたいと思います。よいしょ。皆さんもぜひね、やってみてください。負けたら。負けた瞬間終わり。マジで集中しとかないといけないですからね。普段こう、のんびりやるとか、のんびりできないですから。負けた瞬間お別れっす。メインやかでとか、やった瞬間終わりっすけどね。さすがに、こう、新しいアカウント作ってじゃないと、やれないですけど。本枠かけて、負けたやつ、っていうか、負けたらアカウント削除しようぜ、みたいな。ね。そんなノリみたいな感じでやっちゃうと終わっちゃいます僕のクララ人生。さあもうこれね余裕ですね。なんで負けるんだろうっていう、負けるっていうのが考えられないぐらい余裕で勝てます。さあヤリゴブリンがチクチクチクでプリンスも強い。いやこれねプリンスゲーなんです。多分僕これプリンスを最初のスーパーレアで手に入れれたことがマジで強いですね。なんか昔は多分ベビドラと本当にスケルトンブタ、あとネクロもあったか。ネクロ、プリンス多分4択ぐらいだったんですけど、最近マジでウォールブレイカーとかハンターとか出てるんで、なんか、ね、いろんなスーパーレアがどれかが手に入るってなると、こうプリンスとか、当たり枠って言ったら他のカードに失礼なんですけど、気持ちね、当たり枠が当たりにくくなった。まあ、そんな気がしますね。まあ、そんな中で、プリンスを引いていく。まあ、ウルトラレアとかマジで大事っすよね、僕。なので、もうこの辺のね、デッキも何を、こう、使っていくかも今後大事ですし、それに伴い、こう、多分ゴールドとかもお金限られてくるんで、なんか適当にユニレベポイポイってあげてると、多分ね、後半マジでしんどくなると思うんですよ。ゴールドなくてとか。まあ、なので、ちょっとデッキも定めながらやっていかないといけないんですよね。最初はマジカードないんで、あとウルトラが当たれば、もうウルトラ突っ込みまくって、まあ、札束デッキができれば、まあ、僕としてはめちゃくちゃいいですね。まあ、ウルトラ必須だと思うんですよ。あとは、なんだろうね、巨大スケルトンとか。なんか格上によくこう、勝てるデッキ教えてくださいとか、格上に苦しんでます、なんかいいデッキありませんかって聞かれるんですけど、ぶっちゃけわかんない。ぶっちゃけでも、ウルトラレアでカバーするとか、あとなんかね、よく見るのが巨大スケルトンですね。巨スケ？なんか巨スケって、ユニレベ低くても爆破でめっちゃダメージ与えられるみたいな。で、ゴブリンバレルと、なんか巨スケの組み合わせとかはよく見ますね。レベル低くても。そう、相手がザップないターンとかに、巨スケね、ゴブリンバレルでダメージ与えていくみたいな。よく見るので、まあ、巨スケはね、多分今回鍵になってくると思うんですよ。なので、早い段階で、巨スケを手に入れて、レベルをね、仕上げていきたいですね。
まあ、あとクラロワパスがあるので、クラロワパスで欲しいカードをねしっかり狙っていけば、まあいい感じかなと思います。そう、もうさすがに何があっても負けそうにないけど、相手のベビダのレベルが高い。いやミニピも高い。いやでもさあ、ジャイプリ、いや楽しいっすね。なんかこういうサバーカっていうんですか、なんかゼロからやることがないので普段。よいしょ、懐かしい感じがして、さあカットーン。というわけで、このミニピプリンスのダブルね、効果力コンビが止まらないよと。いうわけで、さあ、まあ、こんな感じでね、今後ね、どうだろうね、毎日、今まで通り、デッキ紹介の動画も出したいなと思ってるんですよ。そう、で、まあでも、これもね、毎日進めたいなと思ってるので、まあ、あれかな。毎日2本出せると、ハッピーなんですけど、両方ね、デッキ紹介しつつ、このね、このシリーズも進めていく。いや悩む。これなんか何でもいいっすね、最初ぶっちゃけ。さあ持ってないやつ、ホグライダーいらない。さあまあ本日ファイボーのレベルが上がったのはでかい。ラスト1戦ね、はい、行ってまあ、トロ150行ってね、また次回につなげられたらなと思います。いや負ける気配がね。もう負けそうになるのかな、これ。トロ4000ぐらいまで作業じゃないですか、スケルトン部隊。いやーそんなこと言って負けるのだけは本当に勘弁っすよね。いやこれスケブやば、え強くね、ちょっと待って待って待って、スケルトン部隊が強いってなんやね。いややばいやばい、スケがね2発なんですよ、やばいっすねそれが。さあヤナメ、さあミニペガ、いやーこれタワーレベル13だったら折れてたな今絶対。ユニレベか、ユニレベル13だったら、まあなんか違和感がありますが、とりあえずね、どうしようかな。もうキング、あのクラウンス集めたいんで、早めにね、クラロワパスって一番下35のところに1から35まで報酬があるんですけど、35のところにウルトラレアがあるんですよ。なのでちょっと早めにクラロワパスをまあ、ゴールして、やばいやばいやばい、ゴールしてちょっとウルトラがね欲しいなと思ってます、非常に。えちょっと待って、怖えな。待って、ちょっと怖いっすよね、今回。なんか今までの、今日の中で一番苦戦してる気がする。さあ、これ低めヤリゴブリに最強です。ヤリゴブ最近使用率めっちゃ高いですからね、なんか。よいしょ、陸受けもできて、ソルにも対応できて、なんか細かいね、スケラとか、スケでコウモリとかの対応もできる。さすがにちょっと待って、やだやだやだ、マジやだ。いやこのスケルトン部隊レベル7がやべえ、ちょっと待って、えこれやばいやばい、待ってバカバカバカ、えちょっと待って。ちょっと待って、本当にやめて。おやだマジでいらない、負けそうになる演出いらないんですよね。ちょ全部圧勝でいきたい今回、5000までね。気づいたらあれもう5000やんけっていう。よしさ、でスケルトン部隊がまだ回ってない。まあ、回ってても速攻ヤナアム打てばいい。ヤナアムのコストだけ蓄えて、さあ気づけば相手は回線落ちと。というわけで、グッドゲームですね。よし。まあ。まだね、初めて1日目ですから。1日目で負けたら本当にね、恥ずかしいですよ。笑い話で済まないですから。はい。というわけで、ちょっとね、今後ね、この負けたらアカウント削除、進めてね、いきたいなと、思います。というわけで、よいしょ、宝箱開けます。いやマスケでけえ、いやヤリゴブでけえ、ヤナアメ多分ね、なんかユニットよりかはヤナアメとかファイボとかなんかね、それスペルをね集めた方がいいと思うんですよ僕は。さあ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 、まあ、そんなわけで、いやめちゃくちゃ手に入るな、最初からこんなもらえるっけっていうぐらい、はい、もらえました。というわけで、次回ね、お楽しみください。というわけで、よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。